以心伝心。じゃあ最後にと浜辺ちゃんこうなんすいつちゃうね、以心伝心っていうとこがあんねん。そっち歌え。行くとはしたもぐら、YouTube チャンネル来週を一緒にやっていく上で一番大事なものは何ですか？金運。まあ、企画力。絆や。キーだけ全員揃った。ドドン。言うてますけど。それ我々にちゃんと絆があるのか今日は確かめたい。おー、どんなことをするんですか？そしてその上、あ、まあ、やっぱ君たち二人はずっとイチャコライチャコラしてたっていう話を最初のな長高時代の思い出を語ろうで言ってたやろ。はい。俺だけちょっと寂しかったわ。あれ、せめてお前らは親友だないとあかん。まあ、俺らは、うん、お前らはここはもう、ええで。まずここありきれば YouTube 動画上そう見えたれ。まあだから今日は何個か質問していって、はい、まあ全部その質問の答えが一致するぐらいじゃないとやっぱり俺らは LINE 知り合ってるから。ええー、お前とは電話番号でやり取りしてる。俺もお前とは Facebook のメッセンジャーでやり取りしてるけどな。会議しづら。やめた方がええで。即刻 LINE 交換しよう。まあだからほんまに仲いいというところを証明してくださいよ。もちろん。第一問。はい。共通の一番の思い出は？じゃあベテランさん、共通の思い出は？今井の家行った時に、なんか岸和田で今井の弟のクラスで流行ってるえなんでいっていう言葉を教わるも、俺がえなんでいって言った。ちゃう。えなんでいやから。だからそのえなんでいが正解なの？うん。俺がえなんでいって言って、うん、そのいつまでたっても覚えられへんくだり。えなんでいい、えなんでいいやろ、えなんでいいやえなんでいい、えなんでいい。このくだり訂正してくれるのがくだり。今井さん、共通の一番の思い出は？ベテラン氏と歩行者にあだ名をつけて歩いて。覚えてる？いや覚えてない。いつどこで？魚崎から灘に歩いてる途中で二人っきりやって、うん、向かいから来る人順番にあだ名つけていくっていう遊びをしてた。どういうあだ名つけたとか覚えてるの？なんかこう上が青でさ、下が灰色でこう、うん、グラデーションになってる服着てる人に、うん、鉄壁って。めっちゃ名作やん。鉄力の鉄壁英単語帳、鉄壁ってめっちゃウケた。これもなんか俺一番に出てくんねんな。なるほどな。ウケたからちゃう。そうかも。ほんで俺もそうやし。俺もそう。えなんでいいって言っといたら、うん、受けるから。そう。えなんでいいよ。えなんでいいやん。えなんでいい。えなんでいいやん。えなんでいい。えなんでいい。久しぶりにやる？あの服の人来たら。あだ名？オータム日暮らし。付箋。勝利。やった。そう。以心伝心なってないな。いやまあ今はだよ、はい、自分が受けた思い出を二人とも喋っただけ。まあそれはでも難しい。その点で以心伝心できてるけど、まあ、難しいけど。問題。はい。二人で行きたい場所は、二人で行きたい場所は今井スポッチャ。おーほほほ、よう言ったしな。言ってた言ってた言ってた。なるほどなるほど。言ってた。じゃあベテランチ、二人で行きたい場所は、オーロラ見に行く。おーなんで。オーロラってさ、うん、見に行きたくない。スポッチャ久しぶりに行ったらクソ楽しない多分。ああそのなんか身近な方で考えてる。あの議論していってどっちがええ答えかを競う企画じゃないんですよ。あれ合うか合わないかでやってんのよ。それ正解みたいなやつじゃない？違います。かなり近いけどな。どこがな。なんかスポッチャも色味は一緒。そうそうそう、色味は一緒というか黒い中に紫とか緑のライトが当たるっていう意味では一緒というか、ポジティブじゃないどっちも。そらそうやろ。なんで二人で悲しいとこ行かなかんねん。続いての問題。はい。何ですか？オーロラを見に行く場合、壁は連れて行く？連れて行かない？スポッチャに行く場合、壁は連れて行く？連れて行かない？オーロラ、スポッチャの順番で。もうこっちはさすがにこうやんな。こっちは。こっちだよな。両方いるやろ。壁はいる、いらない、オーロラ、スポッチャ同時にオープン。せーの。いらない、いらない、いらない、いる。あー、え、待って、もっと連れてけや。なんでいらん、いらんやん。俺スポッチャはいらんで。いいやろ。キスはだるいて。いやー、まあまあでも休めるやん、おったら。
その間。ああ。二人でやって、一、うん、人でやってる間に休むってこと？俺一人でやるの。何をボクシングのやつだけやで一人でやるの。あれな。で、まあ、オーロラは、いらない。うん、オーロラはいい。なんでな。綺麗から、オーロラって。綺麗さをそれだけで見ときたいっていうか。そんな人いる場所じゃない。少ない方がいいというか。スポッチャもだから、その後ホテル行くんならいらんって。ホテル行くんならって。そういうのオーラとスポッチャ以外はまあ、うん、いる時もある。いる時もあるかも。パッと電気。結構いるやろ。いる時もある。物運ぶ時とか。スナイキン時とか。あ、いるいる。スナイキンいるいる。あんまパワーないよ俺。問題。一番面白いと思っているひらがな一文字は。合わせてー。消去法でいくか。消去法でいく。ストイックやなぁ。おもんない順に並べようかも。49個のひらがなにおもんないっていう判定を下していく作業。こっから。すごいよ。2択までは絞ったんやけどな。そうやんな。めっちゃいいとこ言ってると思う。一番面白いと思っているひらがな1文字は？せーの。うん。いや。あー、なんで？なん。えぐない。ちなみに何と何の2択な？いやーと、そう。んーと、そう。そうそうはええよな。惜しい。そうええよな。わかる。わかるわかるわかる。そうは惜しいんかい。合ってないけど仲はいいな。まだ一問も合ってないですか？まだ一問も合ってませんよ。おかしいとこにおんねんけどな、ずっと。まあまあ、不正とかもあるから。いざとなれば。あ、そうやね。編集とか。まあね。YouTube ですから。はい。YouTube ですから。続いての問題。お。コラボした YouTuber は？おー、ベテランさん。コラボしたい YouTuber は？ホンダのバイク。コラボしたいだけ。どういう動画にしたいんですか？こないだ最新の俺が見たホンダのバイクの動画、一昨日ぐらいに上がってたんやけど、井の頭線乗って吉祥寺行くっていう動画見た見た。おお。4人で行こう、うん、4人で吉祥寺行こう。なるほどな。じゃあ、今井さん、コラボしたい YouTuber は？俺もう違うんやけど、はい、寄せに行きすぎてんなーって言ったら俺これ書いてたよ。おお、マジで通った。通ったんや。でもこっちでしょ。はい、朝日奈央チャンネル。これでしょ。実力あるからな、人ほんまに。間違いなくおもろい。ええよな。あるからな。間違いなくおもろい。でも朝日奈央ってさ、格下にはどう接するんやろな。確かに朝日奈央ってさ、格上のさ、バカリズムとかが暴れてるのをさ、まあ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 っていうのがおもろいや。隠したが暴れたらどうなるか、やっぱでも見たい。タメ口の朝日奈央見たことなくない？確かに確かに。朝日奈央にタメ口喋らせてみたで一本いこう。いやー、朝日奈央さん、ホンダのバイクさん、コラボお願いします。まあ、お願いします。時間の問題やけど、問題。壁の長所は？長所、はいはい、ないなーみたいな顔すなよ。あんねんけどな。ツッコミとかでいい？ツッコミでいい？ほんまやけど薄いことかって。ベテランさん、今井さん、壁の長所は？せーの、気を使える。そう？いや、これもそうよ。意外と気使うっていうじゃない。でもこれもちゃんと撮影前に絶対セットするし。それいじろうかと思って最初は。おお。最初は確かに撮影前に髪整えるって言おうかと思ったけど、なんか気使うっていうのは結構俺押してんねんけど、意外と。意外とな。意外ではなく、意外とやわ。でもなんか気遣いの人じゃない結構。全然違う。いや、世間、世の中的には多分使わなそうガチみたいな、うん、あ、そう。使わなそうでほんまに使ってないのが俺っていう俺の意見。で、あ、そう、意外と使ってんのが壁。いや、でもめっちゃ嬉しい。どっちが嬉しい？気を使えるが嬉しい。おお、よかったよ。コメントに書いててください。これからみんなコメントに書いといててください。うわぁ、ツッコミだけの人ちゃいます。やめたら B 字やって気使えるんです。バカにしとんかな。いっぱい得したから、次、壁の短所。はい、パル。何でいこう。あぁ、さっきはいっぱいあるって言ってなかったのに、いっぱいあるって言ってるわ。あ、一個あるわ。俺こんもうずっともう誰にも言ってない、これマジで。マジで誰も言ってない。ほんまに思ってんから前。いいな、それ、そういうのいいな。いいやん。マジで思うねん、俺。マジで思うこと書いてるやん、こいつ。ほんまに。マジで書いて思った。なんか、嫌なこと書いた。俺も嫌なこと書いてる。
ほんで直せへん嫌なこと書いてる。いいでしょう。ベテランさん、壁の短所は。すごい抽象的なんやけど、うん、守られた生き方してる。なんか傷つきそう。何何何それ。もっとヒリヒリしてほしいなっていうこの感じ。守られたり、結局後ろ盾があると思ってそうってこと。そう、ほんまに後ろ盾があるみたいな、ほんまに家族がいるとか、ほんまに友達がいるとか、そういうのじゃなくて、うん、そのマインドセットとして守られてんなって。恥ずかしいなぁ。聞くなこれ。攻めてないと。攻めてないわけじゃないんだけどな、その全然攻めてる時もあんねんけど、うん、どっか心の奥底に守られてんなって思う。でも守られてるわ。俺はもう普通に悪口書いてる。普通に悪口。今井さん、普通に悪口どうぞ。悪口やねんけども、まあ言うわ、うん、寝てる時この世とは思えないぐらい口が臭い。めっちゃあかんやん。お前ほんまにさ、寝てる時さ、まあ、いびきまずすごいんよ。絶対あかんやん。いびきと一緒にさ、この世とは思えへん匂いするんの。でもしゃあないやん、こんなん言われても直せへんやん。逆に俺は起きてる時は別に口臭い、うん、そうやねん、そうやねん、お前そうやねん。なんでな。どっちが嫌やった。守られた日かな。合わせたい、そろそろ。そうやな、それに尽きるな。ひどい。簡単な問題来てほしいな。うん、なんか一番入ってて嬉しいお札はとか、そういうもう合うやつ。日本人のメジャーリーガーといえばイチローみたいな、そういう。イチローの背番号といえば51、31。ああ、違うな。やばい、ヤンキース時代が珍しい。好きなインド料理といえば。来た来た。せーの、カレーライス。なんでやねん。最後最後最後、これ合わせてください。これで合わせたら今まで0点。今まで1問も合ってません。でもこれで合わせたら100万点みたいなことやな。そう。そう、 YouTube もしかして。最終問題。あなたにとって雷獣とは。ラストチャンス。はい、ベテランチさん、今井さん、あなたにとって雷獣とは。せーの、神聖永遠。いやー、惜しいっちゃ惜しいな。残念。え、雷獣は神聖やろ。俺はその雷獣というものが、うん、俺らが死んでも、うん、インターネットの海にデータとして残り続けるっていう、うん、でその永遠であってほしいっていうのがやっぱ雷獣、俺にとって。なるほどな。なんか当たらずとも遠からずやな。あ、そういうの多いな。というわけで、悪くはなく、どっちも納得できんねんな。微妙に仲悪いです。君たちはゼロ問的中。ゼロ問か。一個も合ってないんで、まあ、方向性が近いといえども、まだ完全には分かり合えてない。まだまだこの雷獣チャンネルをやっていく中で、これからみんなで分かり合っていきましょう。それが永遠の課題かもしれませんね。ちょっと聞いたことある。やったことあるくだり、なんか。でもここでずっと交わらないっていうのが、神聖なのかもしれませんね。あれ、なんやねんこいつ。落ち欲しいな。最後じゃ気持ちよく割れたのに二択クイズ一発当てて終わろうか。ベテランチ、今井、面白いのはどっち。せーの、今井。お互いがお互いをかけ。あ、そっち。絶対そうよ。めっちゃ二人とも自分言って合わんくて終わろうって思った。いや、お互いがお互いを言って合わんくて終わる。仲ええな結果っていうこと。え、仲悪いなーで終わりたかった。まあ、そっちっていう行き合ってません。ここだけは外さなあかんとこやったな。